ファーネスのハットン男爵ジョン・マシュー・パトリック・ハットンは、イギリスの政治家。労働党のトニー・ブレア政権、ゴードン・ブラウン政権で大臣を歴任した。エセックスのウェストクリフに生まれる。ウェストクリフ男子校、オックスフォード大学、モードリン・カレッジに進学し、1976年に文学士号、1978年に民法学士号を取得した。1980年から翌年までは、テンプルトンカレッジに調査員として通い、1981年から1992年、当選を果たすまでは、ノーザンブリア大学で講師を務めた。1987年、ハットンは、ペンリス選挙区から出馬するが、落選、2年後にカンブリア、北ランカシャー選挙区から、欧州議会議員に立候補したが、またも落選する。1992年の総選挙で、バロー・ファーネス選挙区から、現職のセシル・フランクスを下して初当選を果たした。1998年からは、保健省を担当、2001年からは、枢密院のメンバーにも選ばれる。2005年総選挙後の内閣改造では、彼の親しい友人で、前任者のアラン・ミルバーンを引き継いで、ランカスター公領大臣に任命された。しかし、このポストに就いた期間は短く、2005年11月2日、デイビッド・ブランケットの辞任を受けて労働及び、年金大臣に異動となる。ハットンはかなり忠実なブレア派と見られていたが、トニー・ブレア首相が辞任した後のブラウン内閣でも、彼はビジネス、企業及び規制改革大臣に登用される。これは貿易産業省の改編を受けた新しいポストだった。彼の入閣は、ブラウン内閣がブレア派とブラウン派の折衷内閣であることの象徴でもあった。2008年10月3日の内閣改造で国防大臣に就任し、第三次改造が行われた2009年まで務めた。2010年6月27日に一代貴族、ファーネスのハットン男爵へ叙され、貴族院議員へ転じた。貴族院においても引き続き労働党に所属している。ハットンは1978年、ローズマリー・キャロライン・リトルと結婚している。1993年に離婚するまでに、マニは3人の息子と1人の娘を授かった。ありがとうございます。